にて学ぶ総合小学校和光の集によります。子供広げ者でございます。本日工場役を愛知とめまするは私北岡屋の寮にございます。よ、北岡屋、北岡屋、石田屋の池でございます。石田屋、あやや、いやいや、パシや、ザマや、同じく川原屋のゆうまるご、川原や、同じく岩手屋の信明、やったや、同じく吉田屋の総田にございます。やだや、同じく藤原屋のひろとにございます。岩田や、同じくおぎら屋のけいすけにございます。ひらや、終わったよ。終わったよ。本日、あおり役を、あいつと言わするわ。よ、私、野田屋の大好きでございます。よっしゃ。同じく、私、渡辺屋の、まおにございます。鍋や。同じく、私、かまわ屋の、あくり。かわいや。同じく、私、山本屋の、まっとっといや。山本屋。最後までのお付き合いをお願い申し上げます。頑張れよ。もってもって本日数えて27回目となりまする、春の恒例四国こんぴら歌舞伎大芝居初日により、早々の大入り札止め満員御礼申し上げまする。満員御礼申し上げまする。さてこちらに住みまする、旧こんぴら大芝居話でございます。
まする源氏の武将熊谷の後では熊の裏にて平の敦盛を捕らえます。しかし主君源の義経により敦盛を救うという説明が一枚の伝説に込められ直宗に渡されます。意を含んだ直宗は我が子太郎を祈願として首を打ち敦盛を助けたのでございます。そして陣屋での国実験の場にて有名な伝説の家が見どころでございまする。市川染五郎の熊谷直宗中村正尺の鏡でご覧いただきまする。続きまして小野孫上野の初花高知山江戸城に使えるお好きや坊主の高知山宗春は金になればゆすりもするあまり価値の良い男ではございません。ところが大棚の娘浪路を奉公先の大名松江出雲守から救出を頼まれ大金と引き換えにまんまと励行いたします。しかし帰り際太郎にその正体を見破られるとその場に稲織短歌を切って挑む高知山枠に強気は善にもとおどの例えにも言う通りと守護長の名ゼリフは聞きどころでございまする。座頭松本幸四郎の高知山宗春と中村梅玉の松江出雲守という充実の配役でお楽しみいただきまする。さてさてこの後皆様方に小屋にお参りいただきまするのがこちらのネズミ城でございまする。中にお入りいただきますればお茶子がお席までご案内いたしますので握りましたる通り札手にお持ちになったままお茶子にお渡しくださいますようお願い申し上げまする。ここで最もお守り願いまする。現代文明の携帯電話使い中携帯電話を必ずお切りくださいませ。お切りくださいませ。ええぞ。それとこれまた現代文明のカメラによる撮影はごめんこむりまするゆえ写真は撮らぬようお願い申し上げまする。撮らぬようさて、小屋の中での飲み食いにつきましては、ご自由に構いません。お手洗いは中にございませんので、外にございまする。あちらのお手洗いをご利用くださいませ。それでは、大変長らくお待たせいたしました。開設入場のお時間と案内しました。都内工場にお付き合いいただきましたること、厚く御礼申し上げまする。勝負コンピラ歌舞伎大芝居どなた様におかれましても最後の最後まで存分にお楽しみくださいませ。もうええよ。Ha ha ha.